車、佐藤哲は、大韓民国の軍人、政治家で、後に、大統領警護室長となり、僕世紀暗殺事件で大統領と共に、金彩刑 k c IA 部長に射殺された。僕世紀に忠誠を尽くして徴用され、典型的な軍人気質で、王兵な態度と、そやな振る舞いに眉を潜める者も,も多かったと言われる。5.16軍事空でデタージ左から僕、正規少将。 牧章警少量、リラクゼン少量、車、佐藤市鉄大系機動一ン群の朝町面の農家に生まれるが、経歴上は、経常不出身、朝鮮戦争には、学徒兵として出生、韓国陸軍士官学校11期の試験に落ちた後、陸軍公主将候補兵官部候補生として、将位となり、アメリカの陸軍士官学校に留学。 1959年クルーユ特選団に配属された。その後、再度米国に留学。ジョージア州ポートベニングのレンジャースクールで降下訓練を受ける。ある時、韓国軍留学生たちは、米軍兵士と二人一組でペアを組み、M60 機関銃を交互に担いで、深夜湾に盗む沼を一周するという訓練を受けた。しかし車は、ペアの米兵に暴力沙汰を引き起こしてしまう。 一時は、連帯責任で留学生全体の帰国まで危ぶまれたが、米兵が車との連携を怠っていたことが認められ、処分を免れた。1960年に帰国して大員に昇進、第一空輸団の中隊長となる。またこの頃、北世機少将と知り合う。翌1961年には、北世紀の5.16軍事クーデターにこうし、金庫で放棄、海兵隊と共に、 ソウルを目指した。道中、第一観光橋にて、決起軍を鎮圧戦とする憲兵隊の足止めを食らったが、車は自ら率先して橋を強行突破、決起軍のソウルへの進路が開かれた。クーデターの成功後、第一観光橋での功績により国家、再建最高会議で、国家再建最高会議議長警護次長。1963年10月の大統領選挙で、 僕世紀が大統領に当選すると、翌10月の総選挙で民主共和党の全国区候補として立候補し初当選、国会議員となった。1965年の日韓基本条約の批准をめぐり、国会が空転した際、僕世紀の意を組実力行使により強行採決し、批准させた。以後、第7代、第8代、 第9代の国会議員選挙で連続当選し、共和党の中央常任委員や党務委員、国会の内務、外務委員会の委員長などを歴任した。一方では、軍事政変後、牧政期から弁学の進めを受けて、夜間大学に入学を決意し、1964年に国民大学校で政治学修し、1965年には政治学博士の学位を取得したが、 権力で買い取ったと言われている。1974年、文政公事件により公鉄された前任者、牧将、刑の代わりとして、第三代大,大統領警護室長になった。1979年10月26日、牧聖規暗殺事件で演説の場で、金再刑に射殺された。殺害の理由は明らかになっていないが、従来より車と金は、犬猿の中であり、一説によれば、 当時、釜山と馬山で起こっていた、釜馬民主構想への対応において、朴世紀が車、里藤市鉄の強行策を採用したため、韓国中央情報部の金債刑の立場が、脅威にさらされていたためとも言われる。警護室の本来の職域を超えて、権力を誇じし乱用したため、性的を多く作り非常に評判が悪かったが、敬虔なキリスト教徒という一面もあり、金銭的には精錬だった。 車の死後に残された財産は多くなく、彼の年老いた母は、養老院で、寂しい生活を送った。車の下で警護員を務め後に警護室長となった。牧草班は、車室長は、老い立ちと、陸軍士官学校出身でないことから、自己否定感が強く、ために地位を得てから無軌道になったのではないかと、語っている。ありがとうございます。